今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長、隊長でございます。隊長、はい、また不安パトロールから、はい、あのニュースで、うん、要は Google でなんか何個かニュースが上がるじゃないですか、うん、その中で最近見たのが、うん、障害未婚率の高い職業を分析、うんうんうん、男性は介護業や飲食業で、うんうん、女性は事務や販売従事者っていうのがバッて上がったんですね、うんうん、で私常々ここでその何とかしてみんながなんかその、うん、あ結婚したらいいじゃんって思ってる派なんですね、うんうん、その結婚不要論を唱える人もいますが、うん、僕は結婚いいじゃん、うん、コスパなんて言わないでよっていう派閥なので、うん、あれ仲間かと思って見てみたんですね、うん、このニュースで見ていくと、まあ多分このマイナビウーマンさんがまとめているので、まあ、そういう落とし方だったのかもしれないんですけども、うん、その、まあ、基本なんかこの職業はなんかその結婚率が低いとか、うん、っていう挙げられつつ、なんかまあ挙げられていたのが、うん、その例えば女性の社会進出が進むと、まあ、まあ一人で生きていけるようになるのか、うん、昔はよくなんかその花嫁修行みたいな言葉があったんですけども、まあ、そういう人が少なくなってきた反面、まあ、その1995年から未婚率っていうのが高まってるよ。でこの職業、例えばその女性だとクリエイティブ業とかっていうところの、まあ、なんかやりがいがある人たち、医者とかっていうのは結婚が少ないみたいなことが書かれつつ、その男性は例えばそのガテン系とか、うんうん、肉体労働者とか、うんうん、飲食業っていうのが、うん、未婚率が高いよ、うんうん、なので転職考えてもいいかもねっていう締めだったんですね、うんうんうん、っていうのを見て僕は、すみません、エニアグラムの話をしちゃうと、うん、タイプ6です、うん、なんて言うんだろう、基本フレンドリーなんですけども、うんうん、反応が出てしまってですね、うん、なんかちょっとなんかイラッとしたんです、ね、うん、ほっとけ、そうなんですよ否定すんなよと、うん、今の俺を、僕はまあ結婚してるんですけど、もし僕がこれをね、うん、その結婚独身の時の僕がこれを見たら、うん、ほっとけよなんですね、うんうん、俺は好きに生きてんだよっていう、うん、メラメラっとしてしまって、うん、僕はこの仲間だった、うん、その結婚いいよね、でも結婚どうやったらみんなしてくれるんだろう、どうやったらその、うん、まあ僕は子供が増えればいいなって、うんうん、だって今のこの人なんかこの世界ってね、うんうん、人が増えてきた結果じゃないですか、うん、って思ってる人です、うん、なのですればいいのにと思ってるんですけど、この意見はなんか違ってですね、うん、でも結婚して子供が生まれればいいのには解決したい、うん、隊長この部下の悩みをですねこれでも僕はもう多分今までのやつも全部そうやって片付けてきてるかもしれないですけど、はい、もう価値観の問題かな別に、うん、あそっか、別子供結婚は僕子供結婚はコスパが悪いに対してもイラッとしてるんですね、うんうんうん、愛をコスパで測んじゃねえよって、だから愛を求めてる人と愛を求めてない人の話じゃないですか。愛を求めてない人からすれば、はい、それはコスパ悪いよねっていう話じゃないですか。例えばなんか地位とか名誉とかの方が重要、はい、まあ、そこが正しいのかどうかっていうのはまあ置いといて、そう思ってる人たちはコスパはまあ確かに悪いよねっていう部分じゃないですか。でも僕は何て言うんだ、うん、人生はもう100年時代と言われています、うんうん、かの神君徳川家康はね、うん、こんな言葉を残してますよ、うん、人生は長き坂道を登る、重き荷物を背負って登るごときなりと、焦るべからずって言ってるんですね。この急ぐべからずだったかな、まあ、どっちもいいんですけど、要はその長い人生ね、そのパートナーはいた方がいいんじゃないのって、まあ、それも価値観ですかね。そこも価値観、例えばエニアグラムの話でいくと、はい、その重い荷物を背負うのは、はい、タイプ5だったらスキルなわけですよ、結婚じゃなくてコミュニティとかじゃないんですね。コミュニティではなくて、そこは知識とかスキルとかそういったものだったりするわけじゃないですか。
なるほど。だからそこをこう手に入れようとしていく、はい、まあ、そうしていかないとこの長い坂は登っていけないって思ってるから、それを手に入れようって。なるほど。でも、うん、このタイプ5さんとは、うん、多分長い坂道を登るっていう将来に対しての不安っていうところでは多分一致してますよね。一致してる、一致してるけど、そこに必要なのはパートナーではなくて知識です、知識ですってこう思ってる。この旧的には、うん、このあまり未来って感じじゃないんですか、この人生。まあ何て言うんだろう、同じ人生を今同じところで生きてるわけじゃないですか、同じフィールドで。旧というか、まあ、本能タイプ的には今ですよね、はい、まあ今って言いますけど、うん、あの あんまり不安はない、あんまり不安、未来に対してあんまり考えても未来しょうがない、しょうがないじゃん、なんですか。そう、だから今一生懸命頑張った結果、はい、未来が良くなるんだろうなぐらいの感じで、未来に対する不安じゃないです。良くなるんだろうなと思ってるんですか。良くなるんだろうな、今頑張れば。これ多分今楽観が出ましたね、楽観。あ、なるほど。で、まあ、要は未来のこと考えても分かんないで、そこに挑戦してるのが5ですよね。あ、でも何て言うんだろう、あの分かんない、うん、なら、その、うん、その分かんない、うん、あ、分かんないは別に不安じゃないんだ。分かんないは不安じゃないです。分かんないことを考えても分かんないですよ。まあ、おっしゃる通りですよ。っていう感覚が多分。でもそれに対して何かをするっていう点で、うん、僕はその結婚っていうのはね、うん、あ、結婚、まあ、結婚そうだね、子供を産む、いや、その、うん、仲間を作る、うんうん、ロールプレイングゲームでも、うん、基本最近のロールプレイングゲームは仲間がいますよ、みんな。だから仲間は必要なんですよ。違うスキルを持った、みんなが勇者じゃないんですよ。あの武道家もいて、魔法使いもいて、僧侶もいて、遊び人もいてもいいんですよ。でも仲間は必要なんじゃないのって思ってる中で、この職業で切られると、まあ、イラッとはしてるんですけど、なんて言うんだろう、その、まあ、仲間も結婚じゃない仲間も友達。ああ、そっかそっか、そういう仕事の仲間とか。だからタイプ9的にそれだけじゃないって話ですね。そうそうそう、そこだけではないし、そこだけ手に入れば安心かっていうとそうでもないし、いろいろドラクエ僧侶が2人いてもいいかもしれないし。あ、多様性だ、多様性ですね。もう戦士ばっかりみたいな、はいはい、力で押し切る、あと道具でいいんだと、道具でいいんだっていう考え方も、まあ、なくはないですけど、なくはない、まあ、縛りプレイとかであったりするじゃないですか、はいはい、だから、まあ、その価値観みたいなところですよね。もうガンガンすっごいダメージを当たり倒したいんだなっていう。なるほど。なるほど。そのこの今挙げたニュースの発信する側も多分その結婚してない現状っていうのを、まあ、憂いている、まあ憂いられている方としては勝手に憂いてるなのか、ほっとけよなのかもしれないんですけども、その人たちは本当に結婚はしたくないんですかね。だから例えばクリエイター上がってますよね、はい、クリエイターの人たちでこういう作品が作りたいんだってこうクリエイターの仕事をやってるわけじゃないですか、はい、でクリエイターの仕事じゃ結婚できないからクリエイターやめろよって言われたらいやいや、それはちょっとって、ほっとけよもあるし、ほっとけよもあるし、十分できていれば やってるしもあるし、やってるしもあるし、クリエイターがやりたいんだっていう、うん、そのために結婚が必要だって言われた方が多分結婚する気になると思うんですよね。あ、そうだから、ちょっと建設的な意見です。そうそう、はいはい、だからクリエイターって結婚できないからクリエイター辞めた方で転職考えた方がいいんじゃないのって言われたら余計なお世話だって、自分の人生はこうクリエイターとしてやっていきたいんだっていうのがこう根本にあるわけじゃないですか、一番大きな今ね、こうちょっと確信に近づけたような、うんうん、なるほど。でクリエイターをやるために結婚が必要だと思えば、あ、結婚しなきゃなって、結婚したいなって思えるんじゃないかなって。義務にしちゃいましょうか。義務だとまた違いますかね。法律で、まあ、お見合い受けなければならない、徴兵じゃないですけど、結婚しなければいい、結婚しなければならない、うん、でできない人はどうするんですか。あてがう、そうなんです、ね、できない人とできない人、できない、したくない、したくない人なんですかね。
あのしたくない、あんまある意味したくないですよね。このクリエイターっていう職業を辞めてまではしたくない。ああなるほど、うん、だから選択じゃないですか。多分クリエイターでも結婚できればしたいと思ってるかもしれないけど、はい、あなたの職業では結婚できないからクリエイター辞めなさい。それはまあそれはほっとけですね。で言われたらそれはほっとけなんだよな。じゃあ結婚諦めるわってなると思うんですよね。そうですね、うん、死んでええわですよね。そんなの、そうそうそう、だからその価値観じゃないですか、そこって。なるほど。どうしてもクリエイター捨てても結婚したい人も多分いると思うんですよ、うん、そういう人は本当はクリエイターなんかやってられないよって、はいはいはい、なんか結婚しやすい職業は何なのかって探して転職も言われずともやってると思うんですよね、こんなに出てこれば。いや、なんかなんでこれに反応してしまう、僕は本当になんかその、うん、最近その自分がこういったことをなんか結婚すればいいじゃんみたいな動画を上げて、うんうん、まあ、自分でそれを見てる、うんうん、どんな動画かなと思って、あのちゃんとできてるかなと思って見てるのもあって、うんうん、よくその結婚してない男女に向けた、うん、その結婚相談所の動画、うんうんうん、こうしなさいみたいなアドバイスが上がってくるんですね。やっぱりそれを、まあ、見てみるんですけども、うん、なんかその説教されてる感じがするんですよね。あなたはダメだって言われるんですよ。みんなその結婚してない人に対してこの上から目線なんですね。僕ももしかしてこれ上から目線なんですかね。急に今不安になりました。あれ？あ、まあ、結婚っていうのがいいものだ、してないお前らはダメなものだあっていうふうになってしまってるんですかね。られなくもないですよね。なるほど、うん、結婚してないよりしてる方が絶対いいんだよっていう上に立ってる部分はあるかな。なんかフランスで、うん、なんかフランスはなんかその、うん、子供が少子化っていうのを今解消して、うん、まあ、2. いくつとかっていう数字になってるみたいなんですけど、それはなんかその、結婚してないけど婚外子っていうのを認めているっていうので人口は増えているらしいんですね。それはありですか。あっていうとなお、どうやっぱその今そうで問題は2つあって、結婚とその少子化っていう2つなんだろうなと。今日本ってこれ一緒じゃないですか。一緒なこに入ってますよね、うん、これが問題なんですかね。その昔の話でいくと、はい、お見合いがあった。そうですよね、うん、はい、でそうなると結婚できない、うん、こう自分で結婚相手を見つけられない、はい、その昔の話でいくと、はい、結婚するまで童貞処女が多かった。なるほど、うん、でそこにこうお見合いっていう形で結婚して子供を作る、はい、っていうのが結構まあ常識、はい、常識っていうかまあ江戸時代ぐらいまで下がると全く違いますけど、はい、でまあそういう世の中なので、まあ、結婚できない人っていうのがそもそも少ない、はい、だから一人でいたらどっかからこう勝手に縁談組まれて、はい、その人とお見合いして結婚するみたいなのが、はい、まあ、普通だった、はい、ってなるとあぶれる人は少ないですよ。うん、で今の世の中はこう自由恋愛みたいな感じで、そうなんですよ、選択肢が、はい、で結婚要はこうモテる人はよりモテるしみたいな、そう、なんか決めてもらう、まあ、決めるって結構難しいですよね、うん、なんかよりいいものがあるんじゃないかっていうのは多分この人と結婚、この人よりもいい人がいるかもしれないって誰でも思いますよね、うん、はい、ってなった時に本当にそこにはこうすごい覚悟と強い意志が必要じゃないですか。僕みたいなこんな顔でも、うん、やっぱりそのなんか可愛い子を好きになるじゃないですか、うんうん、あのクラスでみんなが可愛いっていう子やっぱり好きになるんですよね、うんうん、僕みたいなこんな顔でも、うんうん、っていうなんかこの人間の業、人間の業、いや君にはあれは無理だよっていうまあ無理かどうかは分かんないですよね、分かんないしっていうのは多分みんながそうやって思うわけですよね多分。そうで男性も女性も、まあ、実際分かんない部分があるじゃないですか、はい、そうすると分かんないけどその子を狙った結果ダメなこともあるわけじゃないですか、はい、結婚はもう一人一人なんで、そうなんですよね、
そうするとこうダメだったダメだったって繰り返して結果こうダメっていうパターンもありますよね、はい、だけどこう行ったら可能性はゼロじゃない、うん、っていうところでそこをじゃああなたはそこを狙わずにここにしたらいいよって言った方がいいのかっていう問題があるじゃないですか。 そうですね、あなたのレベルならここを狙えばきっとできるよ。多分お見合いとかって多分そういう形ですもんね、うん、そういう自分の敵、マッチング、マッチングだからこうもうなんか自分の好きとか嫌いとかっていう感情じゃなくて、はい、もう決められてじゃあ生活もこの人だったらできそうだから生活っていう、なるほど、そうそうそう生活の時間なんですね、生活、はい、でまあ収入も悪くないしみたいなところでじゃあ大丈夫かなって結婚する、でその後に多分愛情 愛情がずっと一緒に生活することによって愛情が生まれていくみたいなところだとは思うんですよね、はい、だからその結婚するまではそんなになんまあイケメンかなとかっていうのは気になるかもしれないけど、はい、うん、でやっぱりじゃあお見合いお見合いね、なんかお見合いと自由恋愛以外のなんか真ん中ぐらいのなんかその、あそれがマチコンとかか、マチコン、まあでもあそこも自由恋愛、まあそうですよね、まあ、結婚相談所とかじゃないですか、でも結婚相談所も結局はお見合いの斡旋ですもんね、お見合いの斡旋だけどそこには選択権があるっていう、選択が出てくるとなんかまあ選ぶもの選ばれ、そうそう、選ばないもの、うん、選ばれないものだから女性とかだと35ぐらいの数入れとこの申請数が一気に減るみたいな、あかといって例えばその何て言うんだろう、女性にね、まあ、あるニュースで、うん、ニュースっていうかこの、日本ではその公的な制度、うん、不妊治療助成金っていうのが、うんうん、その35歳以上が高齢出産とされていて、43歳まで助成金があるよと、うんうん、なのでその女性にね、うん、いや、35から43歳までだよ、うん、だからもう早くしちゃいなさいっていうのは多分大きなお世話ですよね、うん、大きなお世話っていうのもあるし、そこを考えてる女性も多いと思うんですよね、実際に30後半になってきたから、はい、もうちょっと自分の限界が、はいはい、まあ恋愛とかの限界はないと思うんですけど、子供を産むってなってくると、はい、そろそろ限界が近づいてきてるん で、はい、で今からこういい人を見つけて結婚するまでに1年かかって子供を生まれるまでに 1,2 年とかかかったらもう間に合わないかもしれないみたいなことは多分女性自身も思ってると思うんですよね。あでもなんかそうやって言われるのもなんか、うん、でその思ってるところにそうやって言われるとイラッとしますよねっていうのはあるのかなっていう、そうでこれを何て言えばいいんでしょうね、うん、この僕もやっぱり、うん、そういうアドバイス動画を見ると、うん、上から目線にイラッとするんですね、うんうん、じゃなくて、うん、なんかその気持ちよくこうって上げてくれる、うん、前向きに一歩このなんか結婚相談所の、はい、に入ってる人の話を聞くと、はいはい、やっぱり価値観が出来上がってる、結婚しにくい価値観がもう身についてる感じはありますよね。あもう完結してる、完結してる、要はその例えばクリエイターをやりたいんだ、はい、クリエイターをやることが自分の人生の中で最も重要でってなってくるとどうしても結婚っていうのがこうランクが下がるじゃないですか。あ 仕事の維持、仕事の維持、はい、でクリエイターをするために結婚が必要ですよっていうことができれば結婚に本日は前向きになると思うんですけど、 なかなかクリエイターとして成功するために結婚っていうものが必要っていう理由がつけにくいじゃないですか。クリエイターを上げてしまうとそうなんですけど、うんうんうん、まあ、でもまあそっか、仕事が好きな人、仕事で何かに打ち込んでるものに結婚が役に立つって言われればいいんだよと、うんうん、そうそう、だからその、まあ、結婚相談所の知り合いとオタク専門結婚相談所をやってる、オタク専門、オタク専門、はい、でその人はこうアニメとか、はい、
あ、その人もアニメ好きだったかな、はい、アニメ好きで、はい、こうジャケットこうシャツ脱ぐとアニメの T シャツ着てるみたいな、なるほど、人で、はい、でその人がそのオタクの気持ちがよくわかるんだって言って、はい、オタク専門鉄工相談所を始めた、はい、で結構こうお客さんがいるんだけど、その人の話を聞くと、例えばこう結構、まあ、ここ愛知県なので、はい、トヨタとかの社員とか結構多い、なるほど、でそのトヨタとかの社員って収入は結構いい、あ、そうですね、収入が結構よくって、だけどオタクたちも結構いる、なるほど、中でその人たちをターゲットにいろいろこう結婚相談所としてやってるんだけど、はい、そもそも結婚するとこの趣味をやめなきゃいけないと思ってる、この趣味を制限しなきゃいけないと思ってる、まあ、女性からはなかなかその、うん、理解しがたい、しがたいところはあるのかもしれないですね。で結婚したら今までこう月に10万円アニメのグッズ買ってたのを、これがもうできなくなるんじゃないか、それはできなくなるかもしれないですね、うん、で思った時にじゃあ結婚しないってなるんですよね。なるほど、うん、でもまあそのなんて言うんだろう、でその結婚相談所の人は、はい、趣味やめなくてもいいですよ、はいはいはい、まあ、多少こう全部が全部必要なものですかみたいなのをこう見える化して、はい、これとこれとこれが絶対やめたくないんだったら、それとそれとそれは絶対に続けられますみたいな。でトヨタの社員なんで年収はそこそこ多くいるので、はいはい、でそういうことをやり始めたら結構女性から OK だ、 OK をもらうような、あ、もう初めに言っちゃうみたいな、初めに捨てられない部分を、そうそう、理解してくれと、だから月にこれぐらいは絶対趣味に使いたいとかで、まあ、その人も子供が生まれて、はい、子供と一緒に今アニメを楽しんでる、あ、なるほど、みたいなところで意外と子供に買うものも一緒の共通のものを買っちゃえばお金節約できるよとかっていう、アニメをやめずに結婚できる手段を提供したところすごく成功したみたいな、あとなんかその、うん、まあ、ある意味その部分って負の情報、自分は負だと思っている、あ、負だと思ってるっていうものを先に開示する、うん、先に開示するっていうのもあるし、それは全部を諦めなくてもいいんだよって、まだと、うん、あの今してない人たちに対しても、うんうん、あの捨てられないものは捨てなくてもいいと、捨てなくてもいいで、そう、まあある程度制限はどうしてもかかってくるけど、うん、だからといって諦めずにそれをやる方法はあるんだって、多分そうなんですよね、うん、なんか1か0かで考えがちなんですけど、うんうん、そのバクッとしたものを一個ずつ分けて、本当にいるもの、いらないものっていうのを、そのできないと思っている人たちの中でも分けてあげる、分けてあげる、だからここはちょっと我慢しなきゃいけないけど、月10万使ってたで、それをゼロにするっていうと多分本当に好きな人たちは本当は結婚しなくていいってなるんですよね。さっきクリエイターと一緒で、はいはい、結婚よりもこっちの方が大切だから、だけどこう月に3万も我慢すれば大丈夫みたいなっていう計算までこうしてあげてみたいなことをすれば、じゃあまあ3万ぐらいなら我慢するかみたいなっていうところにいけるっていう、なるほど、なんと今の話でいくと、うん、結婚できないって思っている人たちに対しても、うんうん、多分彼女らは、うん、その何かを変えられない、変えられない、変えたくないと思っている、あ、そう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 、っていうのをなんかその分けてあげる、価値観が出来上がってるから、その価値観をなんかちょっと見える化すると、そう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 、見える化して、まあ、本当にそこ必要なのみたいなところをこう、はい、まあ、不要だっていう部分はそう結婚できる部分にこう変えちゃえばいけるのかなって、ちょっとマッチングができるかもしれないですね、うんうん、だからそもそも自分はできないという思い込みなんですけども、価値観的に、はいはい、だから自分のやりたいことを制限してまで結婚したくないって思ってる人たちはそれでこうなんとか制限せずにもっとより良い未来があるよっていうのを提示することができれば結婚する気になるのかなっていう、なんかちょっと今結婚相談所がやりたくなってきました、うん、で結婚相談所のそういう動画が流行ってるのは、はい、結婚相談所自体がもう結婚したいって人が来るんで、なるほど、そうそう、
だとなんかここで打ち出せないですかね、うん、M8結婚相談所です。 M8 それは本当に相談するだけですよね。相談受けて、うん、あの男子と女子がうまくくれば、うんうん、あこの人いいよ、そうで、あの、うん、ここはあのそういう価値観を分類化しますと、うんうんうん、だからそこをこうやってあげることで価値観ブロックを外して結婚に導く、うんうん、そうそう、これ急にごめんなさい、政党の次は義務化が来て結婚相談所が来ましたけど、っていう、まあでも結婚できない人は多分いろんなパターンがあると思うんですよね、はい、その自分の価値観が固まってて、はい、結婚その価値観をやめるぐらいだったら結婚しないっていうのを選ぶ人も、でも価値観って今言ってるじゃないですか、はいはい、でもその価値観っていう塊もなんか分類化できるんじゃないのって、うん、あ、まあその価値、あ、それ分類化できるんですけど、それこがそもそも問題だって思ってる人と、自分はモテないからって思ってる人もいるじゃないですか、年収少ないし、年収問題ね、そうそうっていうふうに思ってこうできない人もいるし、結婚一言でこう結婚しないできないって言っても、まあ、価値観的な部分でできない人もと、まあとその自分はモテない、モテない人は、うん、モテない人はいないと思うんですよ僕は。でも例えば、まあ、35歳、はい、無職、はい、でなってくると、え、仕事 すればいいじゃん、仕事すればいいじゃんだけど、まあ、そこって半分価値観入ってるかもしれないですね。ああそうですよね、そうなんですよね、仕事かみたいな。でもまあそういう人たちって、いや仕事ってすごいマイナスに考えてる部分が多いから仕事できないんじゃないかなっていう。なるほど、うん、のはありますけどね。なんか難しい一つの回答としてはなんかちょっとでかかったんですけども、うん、その年収問題ってなってくると、うん、だからまあ価値観の人と年収問題はまた別の人ですよね、うん、きっと。この人たちは結婚したいと思ってても年収低くて断られてばっかりみたいな。で多分女性も年収低い男性は嫌だって言うんでしょうね、うんうんうん、多分、うん、まあ、そこはでも人間関係を構築していくしかないのかな。でも花からその、うん、そういう何て言うんだろう、男性とかをスペックでバッて切られると、うん、多分僕も結婚誰も女性には選ばれないと思ってるんですよ。だから多分結婚相談所みたいなところに登録しちゃうとバーンって切られちゃう、スペックになっちゃうじゃないですか、紙で通帳になっちゃうじゃないですか、うん、だけどこうなんか2人で会ってとかってなると、もう本当に人間性をこう近づけていくみたいなところですよね。でも仕事はって聞かれるんですよね。仕事、あ、でもその結婚相談所じゃなくてね、あ、はい、普段こう飲みに行こうよとか言って、もう長い時間かけて、はい、もう人間関係を構築してしまう、はい、もう年収低いけどこの人でもいいかって思わせるレベルまで人間関係を構築する。あ、なるほど。か、まあ、あと年収上げるかですよね。この引っ込み事案問題ってあるじゃないですか、うん、なんか私が知ってる、うん、なんかその高齢、まあ、ある程度35とか超えて結婚してないとって、うん、なんかどうしてもやっぱ引っ込み事案っていうのが見て取れるんですね、うんうん、それってなんかだからまあ引っ込み事案が原因で結婚できない人もいますよねっていう。あ、なんかまあ いろいろだな、いろいろだな、うん、そうだから結婚できない理由っていうのが多分いろいろあって、価値観の人もいれば年収の人もいれば引っ込み事案という問題を抱えている、まあ、コミュニケーション能力みたいなところですよね。これはでもどう解決しましょう。まあ、なんか引っ込み事案の人はもう行くしかないですよね、きっと。攻め方、攻め方、そう。でも行くしかないですよねって、うん、多分行かないですもんね、引っ込み事案なんでね。そうなんですよね、うん、だからまあそこは多分欲望ですよ。引っ込み事案でもこうなんか可愛い彼女を作りたいとかっていうのはありますよね、のがこう強くあれば多分いけると思うんですよね。まあ、日本はちょっとあの半々なので、うん、半々、その、うん、僕はその男性がちゃんと口説くべきって、うんうん、そこはべきって思ってるんですけど、うんうん、
難しいですね。なんかその、まあ、引っ込み思案の人って、まあ、分かってるよっていう部分はあると思うんですよね。ああなるほど。まあそうな言われるとそうですよ、うん、思うだろうな自分でも、うん、分かってるんだけど、まあ、どうしてもこう目の前に行くと緊張して言葉が出なくなるみたいな。なのでまあそういう人に対してはどうしたら言葉が出るかとか引っ込み思案を克服する方法みたいなところが多分有効なのかなっていう。これをやれば引っ込み思案でも上手にこう女性を口説ける方法とかがあれば。今問題が発見できました、うん、引っ込み思案を解決する方法、はい、方法を次の動画で、うん、動画で調べなければいけない次の動画で上げたいと思います、はい、上げれるか上げましょう何か上げましょう何か何か上げますので、うん、はい、はい、あのニュータイプは問題を発見してそれを解決する人なので、うんうんうん、あそう、うん、問題を発見してそれを解決する、はい、引っ込み思案っていう問題を引っ込み思案っていうもん引っ込み思案を解決すれば、うん、もしかしたら日本を変えられるのかもしれない、うん、あもしくはその引っ込み思案の攻め方、うん、要はあのエニアグラムの話をすると、うんうん、有利型っていう、うんうん、なんかそのちょっと人から離れてっていう人がいるんですけど、うんうん、体調もそうです、うん、でも何て言うんだろう引きつつ攻めるっていう引きつつ攻めるまあ、うんまあ、次回で次回、はい、ちょっとハードルを上げてハードルを上げて、はいあの紹介して隊長すいませんなんかこんな行き当たりばったりで迷惑のことを言ってはい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします。すいません、はい、すいません